はい、皆さんこんにちは、リンチーです。ニーハオ。今日はね、雨の上海です。たまにはね、雨の中突っ切るのもね、いいかと思います。先日ね、お相撲ポケットが発表されたんですけども、お相撲ポケットは一応防水ってことにはなってないですよね。まあ防水、まあある程度いけるのかもしれないですけども、一応防水ってことにはなってません。GoPro はその点でね、防水なんで、そういった点では、優れていますね。はい。まあね、これね、ちょっとね、ニュース読んでて、日本の記事なんですけど、ウイグル自治区に、カオチャンっていうところなのかな、そこだけじゃないかもしれないですけども、要はね、ウイグル人の、職業訓練施設と称して、ウイグル人の隔離施設が、設営されて、100万人のウイグル人が、隔離されていると、そういったニュースが、日本でも、流れています。はい。で、まあこれについてね、ちょっとね、僕の経験からね、まず、言わせてもらおうと思うんですけども、僕はね、この上海でね、10回ぐらい、ウイグル系と思われる、一般的に、中国語ではね、ウイグル系の顔の人間かもしれないんですけども、それはね、顔からはね、他の少数民族かもしれないんですよ。で、シンジャンレンって、シンジャンレンっていうのは、新疆人っていう意味なんですけども、ウイグル人が一番多いので、中国語 で新疆人、新疆人って言った時に、大体ウイグル人のことなんですけども、厳密には、ウイグル人かどうか分かんないんですけども、そのウイグル系の新疆系 の顔立ちをした、スリに、10回ぐらい会ったことありますね。でもね、なんでね、それ分かるかっていうとね、まずね、スリの技術が、ね、ものすごい下手で、もうこれ10回とも僕失敗、やつら失敗してるんですよ。うん、10回失敗してる。なんでかっていうと、もう本当に何も考えずに、スリっていうのかな、あれなんていうのかな、いきなり直接ポケットに手突っ込んできて何か取ろうとしてくれるんですよ。その新疆系の顔立ち、新疆ウイグル自治区の人たちと思われる人たちで、周りもなんか新疆人、新疆人って言ってるんで、いきなりポケットに手突っ込んできます、とにかく。で、もう10回とも別な、おそらくは別な人間なんですけども、失敗しています。で、しかもね、彼らね、どんな状況でやってるかっていうと、例えばね、屋台開いてウイグルの特産売ってるわけなんですよ。で、自分の屋台のね、目の前で、そういうことをするわけなんです。で、ウイグル、もちろんね、それはね、ウイグルの、ほんの一部のね、新疆のほんの一部の人たちかもしれないんですけども、そういう人間が出現する可能性が、新疆人のグループの中では比較的高いです。はい。もちろん僕ね、ほら、ウイグル人の友達いますし、まともなやつもたくさんいるんですけども、そんな人もかなりいるという話ですね。で、ウイグルにも行ったことあるんですけども、ウルムチにも行ったことあるんですけども、現地の人間ね、その話を直接したのは、海賊ね、マワルリ族で、これまたなんかイスラム教徒の、人なんですけども、中国のイスラム教徒の少数民族なんですけど、彼はその
顔はね、あのいわゆる漢民族の顔じゃありません。あの顔自身は多分もうあっちのウイグル系の顔ですね。あの新疆自治区の新疆ウイグル自治区系の顔でした。で彼が言うには、まあウイグル人ってあのまともに働かないやつが多いっていう話。まあそれこれね、別にどこそこ誰からから聞くんですけど、多分ね日本のドキュメンタリーとかでも、やってます。あのまず能力が低い、真面目に働かない、そういったタイプの人間が多くて、でまあそういうやつらが、暴動とか起こす。で逆にねウイグル人でもね、真面目に働いてる人間はねあんまりそういうことしないんですよ。別に安定してますからね。でまあ正直ね、中国のね警官って、まあ、この上海のねとかね、いわゆる漢民族のエリアでは中国の警官って銃持ってないんですよ。銃を持つにはその事件ごとに許可がいるんですよね。はい、まあ、日本の警官みたいに最初から銃持ってないです。ただウイグル自治区だけはあの銃装備しています。もうそれはね本当にそのぐらい暴れる、可能性が高いからです。で、あのウイグ新疆ウイグル自治区はまあね、中国人はね、いわゆる漢民族の中国人は、最初から別に悪意なく自分の領土だと思っていますね。はい。で実際に あの辺の領土は何回もまあいわゆる中国の領土になったりとか、まあ、またはほら、まあ、離れたりね、歴史上何回もやっててすごい微妙な地域で、いわゆるウイグル人の中でもその、まあ、漢民族と一緒でいいや、全然お金入るしっていう人と、まあ、本当に、まあ、嫌ってる人両方います。はい、だから、まあ、独立してもそのままでも、まあ、どっかに不満が出るのはしょうがないですね。で収容施設なんですけども、僕は個人的には本当に教育しようと思ってると思っています。はい、手に職つけてね、ちゃんと働いてくれと、もう今のうちに一気にやってしまおうと、そういったね、心持ちで基本的にはね善意でやってると思います。ただねあのウイグル自治区にもう住んでると人間荒っぽくなってくるのはしょうがないんですよ。警戒心が強くなったりとかね。別にアメリカでもほら学校によっては、高校で銃持った警備員がうろついてないとダメみたいな、そんなところありますからね。だから高校入るのに何ですか、なんかゲート取ってなんかほら銃持ってるかどうかちゃんとチェックしなくちゃいけないっていう、そんな学校あるぐらいですから。うん、でまあもちろんウイグル人みんなでもないしアメリカ人みんなでもないんですけども、それを警戒しないといけないぐらいに、危険人物が、出てくる可能性があるのですよ、ウイグル自治区というのは。で別にこれウイグル人がウイグルと漢民族のバトルだけが起こってるんではなくて、ウイグル人をウイグル人だけでほっといても、ウイグル人同士でいきなりブチ切れて金ないよとか、こんな理由でブチ切れていきなり暴動を起こしてバトルをウイグル人同士で起こす可能性は全然あります。はい、これはねなぜかね、日本のメディアとかね、なんかウイグル人とかおとなしいよって、せっかくおとなしく幸せに暮らしていたのにとか言う人いるんですけれども、全然そんなことありえません。はい、結構バトル好き、ファイターですね。はい、うん、なんでそこら辺をね踏まえてね、物事を判断した方がいいと思います。あとね、言葉を奪ってるって、言葉を奪ってるっていうのはこれ難しい問題で、例えばね高度な概念ってあるじゃないですか。
まあ、例えば数学でいうと微分積分とかね、じゃあそういった言葉が最初からウイグル語にあるのかと、じゃあなかったらどうするんだっていうになるんですよね。でどっからからほじくり出してウイグル語から作り上がる手間をかけるのか、でそれ手間かけたらそもそもできるのかっていう話なんですよ。で大体少数民族の言語ってね、単語数が少なくて新たな概念をね構築しにくいようになってるんですよ。それかね、なんかものすごい説明口調になったりとか、そういった現象が起こるので、手間かかった割にはね何の収穫もないし、その、まあ、結果的にね使わないっていう状況になるんですよ。だってダライラマの亡命政府なんかほら英語に侵食されてるんですよね。でそれは結局はそのチベット語に単語が少ないからっていう、だってチベット人はもともと2桁の足し算もおぼつかないぐらいの数学の概念でしたからね。なんで、まあ、そういった事情も踏まえて物事を話さないとどん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 おかしな方向に、なっていきます。はい。でまあね、まあ別にそのね中央政府の漢民族は、まあウイグル自治区はなんか自分の領土だと思ってるし、そのなんですか、まあだから発展はしてほしいわけなんですよ、安定して。で別にいじめようとか思ってませんしね。ただねほら、ちょっと平均的にはどうしようもない人間が出現する可能性が高いかなっていうので、そこら辺をうまく処理しなくちゃいけないっていうジレンマに陥って現状になってると思います。だからなんか日本のマスコミとかが言うみたいにね、弾圧してるんだって一方的に言うのはね、僕はどうかと思います。それでは皆さん、リンチーでした。ちょっと目的地に着いたので、はい、再見。